公式を覚えよう。こんにちは、宮古寺です。正弦と余弦の加法定理、つまりサインとコサインの加法定理ですね。これ一見ウェってなるんですけど、全然簡単です。サインの括弧アルファ足すベータがサインアルファコサインベータプラスコサインアルファサインベータみたいにうにゃうにゃうにゃって書いてるんですが、まず大事なのはね、このアルファとベータって何ぞやってことなんですが、アルファとかベータは角度です。角度45度とかね、そういう角度だと思ってね、アルファベータは。でその角度についてなんですが、この右辺を見ると全部順番がアルファベータ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 になってるでしょ。なのでもう角度はそのままこのアルファ足すベータみたいな形で書かれてたアルファベータアルファベータですよ。アルファ引くベータでもね、とにかくアルファベータアルファベータの順番で書けば角度は OK です。次、符号について。サインっていうのはここの符号っていうのがそのままで、まずは覚えましょう。ここそのままね、ここそのままになってるでしょ。マイナスだったらマイナス、プラスだったらプラスになってますよね。なのでサインの加法定理っていうのは符号がそのままで、それに対してコサインの符号っていうのは、よいしょ、ペンが落ちちゃったねすいませんね。コサインの符号っていうのはここのプラスとマイナス、マイナスとプラスという形で逆になってますよね。なのでここは逆って覚えてください。コサインは逆、これで符号は処理できますよね。これで角度と符号っていうのが処理できたわけです。ということで、あとはサインだのコサインがどんな風に並んでるのかさえ分かれば、もうこの加法定理はバッチリになりますよね。じゃあ3つやってみましょうか。まずは定番のこんな覚え方から。はい、こんな覚え方ですね。咲いたコスモス、コスモス咲いた、コスモスコスモス咲いた咲いた、コスモスがたくさん咲いたよっていうことですね。サインの方からいきましょうか。サインコサインコサインサイン、まあこっちもね、サインコサインコサインサインなので、咲いたコスモスコスモス咲いたですよ。咲いたコスモスコスモス咲いた、咲いたコスモスコスモス咲いたですね、サイン側はね。でコサイン側っていうのがコスモスコスモス咲いた咲いた、コサインコサインサインサインになっているので、コスモスコスモス咲いた咲いたって覚えるとバッチリです。これで咲いたコスモスコスモス咲いた、コスモスコスモス咲いた咲いたで覚えることができますね。では2番目いきましょう。こんな覚え方。はい、幸子小林小林幸子小林小林幸子幸子ということでね、歌手の、演歌歌手の紅白とかでこうなんかでっかい衣装着てくる、あの小林幸子さんですよ、歌のお上手なね。ででっかい衣装を表現したかったんですけど、絵描いてね、ただの大柄な人になっちゃって、ちょっと申し訳ない、自分の画力だとこれが限界、もうでっかい服着た、あの演歌歌手ね、わかるでしょ。はい、ということで、幸子小林小林幸子小林小林幸子幸子でサインコサインコサインサインサインコサインコサインサインサインになりますよということですね。では3つ目の覚え方いきましょう。はい、こんな覚え方なんですけどね、私は言葉を大事にしているのでこういうことは言いたくないんですが、まあこれで覚えれますよと、こんな覚え方もありますよっていうことでね、注文こんなん消したいのでね、すぐに終わりましょう。じゃあお花畑になって終わりましょう。はい、お花畑になりました。幸子小林小林幸子とコスモスたちですね。でっかい衣装を描きたかったんですけどね、またただの大柄な人になっちゃいました。どうにかならんかね、この画力ね。ということでね、正弦余弦サインコサインの加法定理、ぜひぜひね、もうめちゃめちゃ大事なんでね、しっかり覚えてください。はい、覚えることができる。